チャブース、皆さん、こんにちは。ドイツガイドの萩原です。今日はですね、ミュンヘンを飛び出して皆様に、また美しい場所をご紹介しようかなと思います。今僕がいるところは、ミュンヘンから南に約90キロ、リンダーホーフ城とかガルミッシュパルテンキルヘンがあるあたりにある、エッタールという場所にね、あります。まあ歴史的には1330年、まあバイエルンの君主であるルートヴィッヒが念願である皇帝になることができたということで、ローマに向かって戴冠したんですね。そしてその戴冠の後ミュンヘンに戻る際に、ここの地がまだ自分の未開発の地だったということで、ここを境界線と収めてして、アルプスの交易、イタリアとの交易を促進するためにここに修道院と教会を建てたのが始まりになります。目の前に見えるのは1710年から53年にかけて新しく中も、美しくされた、改修、建てられたということで、多くの人がね、このバジリカを見に訪れるということで、早速どういう中なのか気になりますよね。行ってみましょう。まずですね、主祭壇よりも天井に目がいってしまうんですが、見てください、このドーム、天井、丸天井、大空にね、天に見立ててデザインされていますね。多くの天使とか聖人が十字架を持つキリストの偉大さを賛美していますね。そしてもちろん平面図もそうなると丸になるということで、見てください、これまず回収石ですよね。そして美しくカーブで装飾されたこの国会室、そしてその国会室の上にある説教壇、そしてその脇にある祭壇画が一つの空間にある。区切りがないですよね。まさにイエス・キリストの愛によって人々がつながっていて団結しているというふうにね、解釈できるんではないでしょうか。そして美しいロココ様式ということで、貝殻や岩に見立てた漆喰装飾が至るところに施されていて、そして華やかなこのパイプオルガンも花を添えていますよね。ここはバジリカ、高い位の教会ということで、正式名称はマリア・ヒンメルファートということ、マリア飛翔天。マリア様は人間ではないので、自分では天に召すことはできないので、主祭壇のところには天使が、マリア様を天に持ち上げている。そして、ルートヴィヒというその皇帝が、ローマで天使からもらった、マリア様と幼子イエスの大理石像がちょっと見にくいんですけど、下に収められていて、奇跡の大理石像ということで、多くの人々がここを訪れる巡礼の場所にもなっています。ということで、まずこの一つ目が黒スター、エッタールにあるバジリカに来ています。クロスターエッタールを出て、またちょっと次の教会に行こうかなと思ったんですが、バス乗ってる途中になんかチーズ屋さんがあるっていうの
発見したので、なんかちょっと寄っていこうかなと思います。もしかしたら、チーズケーキ、チーズじゃなくてチーズケーキ食べれるかなと思っちゃって。こういう風になんか牛もね、放牧されていて、あ、アルプス来たなーって感じがしますよね。あ、なんか、お互い、ちょっとなんか、舐め合ってるな、遊んでるのかな。あの上のところに、ポツンと立っている、あそこがどうやら、チーズ屋さんなので、行ってみようかなと思います。チーズ屋さん、中入ってみたんですけど、やっぱチーズケーキありました。チーズよりか、チーズケーキの方が、個人的には、ちょっと惹かれてしまったので、カフェと、ブルーベリーが入ったチーズケーキ。いいですね。そしてこの景色が、景色を楽しみながら、ケーキ食べれるなんて、贅沢。ちょっと、いただきまーす。いただきます。うん。ちょうどいい甘さ、シュトロイゼルっていう、小麦粉とちょっと砂糖を混ぜたの。クランチーなものがかかってるんですけど、うん、ああ、いい甘さ。チーズよりかちゃんとこのブルーベリーの主張も強くて、このケーキとカフェでね 4.5 だったかな。そう考えてやっぱちょっとね、田舎の方に山行くと安いですよね。 4.5 だから600円ぐらい。うん、まあ、なんか元気もらえるわ。チーズケーキも食べて、今度はですね、ロッテンブーフという村にやってきました。さっきのクラスターエッタールから北に約20キロ、あの世界遺産で有名なビース教会の近くにあるということで、結構ですね、知られざる教会なんですよね。ただ外観見てください。なんか、まるで家のようですけど、あ、ドイツのね、このロココはビース教会のように、外観が質素で中が豪華という傾向があるので、ちょっと楽しみですね。どんな感じか行きましょう。あー、見てください。わー、まさに今度は天より地上の世界に天国が舞い降りてきたような、至るところに遊び心のある漆喰装飾とか、ロカイユの装飾模様が施されていますよね。こちらはマリアの降誕教会、マリアが生まれた降誕教会ということで、マリア様にふさわしい何か淡いピンク色の内装がマリア様を思わせますよね。新郎と天井には四大キリスト、ラテン教父アウグスティヌスの生涯がフレスコ画で描かれています。このまた説教団も見てください。もう説教を聞いてるよりか、正直こっちを見ていた方が天国があるんじゃないかと思わせるような、うわ、またこの脇の祭壇が少しずつ主祭壇に向かって行くにつれて豪華な内装になってますね。特に側楼よりかこの主祭壇の装飾が一段と目を引きますね。主祭壇には神の恵みと猛者にマリア様の誕生が表現されていますよ。装飾がまさに本当に、
雲みたいですよね。だから雲のまさに中にいるような、そしてバルタザール・フレイヴィス・オルガンっていうですね、まあ、オルガンと、そしてそのオルガンの音楽っていうのはドイツ世界無形文化遺産に指定されているということで、あのオルガンも2019年から2021年にかけて修復工事された、まさに傑作の一つというふうにね、言われていますよ。ロッテンブーフを出てですね、まあ、またさらに北に40キロぐらい行ったあたり、ここはディーセンですね、アンマーゼーというですね、まあ、ミュンヘンから近郊でしてでも30分ぐらいかな、行ける、まあ、のどかな景色が広がる。夏になるとね、遊覧船があったり、奥にはアンデックス修道院って有名な修道院のね、ちょっと塔が見えますよね。ここが最後のスポットになりますよ。そして皆様に今日ご紹介する最後のスポットが、この目の前に見えるマリエンミンスター、マリアの大聖堂ですね。1732年から1739年にかけて建てられた大聖堂に、ね、なります。早速中に入ってきたんですけど、まずこの目の前にある美しい芸術的なこの連鉄製の格子の門、まさにこう地上と天国を分け天国に入るための門のようですよね。そして大聖堂だけあって、この規模ですよね。さっき見た二つの教会と違って天井も高いですし、幅もありますね。そして脇の祭壇画がまるでこう背景となって主祭壇に視線が集まるようになっていますよ。脇の祭壇画には二つの、ね、傑作の絵画があります。イタリアのベネツィアの絵画、画家であるジョバンニ・バッティスタ・ピットーニのこの聖ステファノ、そしてこちらがジャン・バッティスタのティエポロのセバスチャンがありますよ。そして今なんともオルガンのプローベ練習が始まってますよ。なんともまたタイミングバッチリな時に撮影ができてますけど、この説教団もまた金が多く使われあしらわれています。そしてこの日本の大きな人工大理石によって主祭壇がさらに強調されていて、マリア様が再びここでも天に召されている。ラテン四大教父が実際よりも2倍ほどのね大きさでマリア様の昇天を目撃しています。